様、自分の花を咲かせましょうね。自分の目線でいいんでね、ひまわりでなくちゃいけないとかね、桜にならなくちゃいけないとか、そんなこと関係ないんですよ。自分の目線で自分の花を、咲かせてください。それが図鑑に載ってなくてもいいんですよ。自分の花だったら、だから名もなき花でもいいんです。というわけで、行ってみよう。最後の曲は名もなき花という曲です。Thank you.